おはようございます。晴天です。今日は飯山駅からのスタート。ここのアクティビティセンターでスノーシューをレンタルしてマダラオ高原のぞみ湖へ行きます。アクティビティセンターでスノーシューのレンタルをします。あ、地元なんですね。ここですね、このタイプは、いろんなタイプあるんです。スノーシューこれをこうやってパカパカ、これよくありますよね、こうやって閉まっていく、こうやって、うん、雪の壁、あれ？終点からスタート。シューを履いてまーす。はい。去年はこの雪の上にテントを張りました。すごい。染みてる。染みてる。湯。信越女子登山部かな。はい、はい、どうぞ歩いてってください。はい、どうぞどうぞ。から松林を歩いていきます。作ります。バームクーヘン、いいよ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 。バームクーヘン。ああ、ソリ持ってくればよかったね、ヒップソリ。いや、あのさ、それソリじゃないけどさ、うん、はい、のぞみこです。貸し切り、誰もいません。ハートに見える？え？ハートに見える？ハート描いたの？曲がって歪んでる、ハートが。大丈夫です。ハートに見えます。見えます。たくさんハート作ってください。そうです、そうです。いいよー。の、イエーイ。あー、青空しか見えない。最高。そのまま寝てる。気持ちいいね。質問、私いつも思うんだけどさ、うん、起き上がる時ってさ、せっかくの崩したくないじゃない。そう、気をつけて起きて。どうして起きればいいの？そうそう、彩香さん、そう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 。大変だよ。そうだね。ダメだ、ダメだよ、絶対無理。ちょっとよし、今せーの、オッケー、いけた。あ、無理無理。もうさ、足が開いてない。よしよしよし、さすが若いね。こう歩いてないところを、歩いてないところがやっぱりさ、せっかくのスノーシューだよね。そうだね、木の中じゃないしね。中村の、中村ってあるとこね、あのアパートの近くでまた違うとこね。今日はあの山を目指します。いいよ。オッケー、いってますか。イエーイ。雪だるま、雪だるま、よし、マダラオも最高です。よく見えるね。見えます。立てないよね。もうなんで立てない人。立てない人。おやつ、おやつ、コベリ。この辺ではコベリって言うんだよね。コベリって何？うん、コベリっておやつ。おやつのことコベリって言う？コビリですね。コビリ、コビリ、コビリ、コビリ。面白いですね。うん、めっちゃ今年の夏狙ってます。行ってください。行ったことありますか？スルーハイクしました。すごいです。信越トレイルの看板が埋まってます。これですか？これ信越トレイルの看板、埋まってます。お手洗いってちゃんと書いてあるよ。お手洗いって書いてある。あ、本当だ、書いてある。すげえ可愛いね。森の中を歩いていきます。チョコ
の。いい味出してるね。これは写真に収まるか。イエーイ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 。じゃないけど木にまたがるおばちゃん。よいしょ、これでいいんだな。あー気持ちいい。もう一回お願いします。はい。いいですね。はい。気持ちいい。結構重い。そう重いのよ。ちょっと遠かったです。ああいい感じ、いい感じ。飯山盆地、そして志賀高原の山々、そして東屋さんに猫岳、そして今日のランチ場所、イエーイ。作りました。かまど、かまど、かまど飯でーす。かま、かま人じゃない、かまバーです。かまバー。あ、すごいいい感じになりましたね。絶景のロケーションで今日はランチをします。これは今からこんな風になります。イエーイ。そしてこっちはクラムチャウダー。クッキーと手作りずんだ餅と片焼きそばと、わーすごいシチュー、クラムチャウダー、イエーイ。そしてこの景色、イエーイ。この青空です。ずんだ餅？え？ずんだ餅？あ？うん？あ？ずんだあん？ずんだあん？いちご大福。いちご大福、手作りです。すごい。めっちゃうまい。美味しい。すごい高さまで。いい舞台ができてる。先生よろしくお願いします。前でこれ辺幅広いとこある？あれ後ろか今度？前後ろ。待って合ってる？分かんない。あ、よいしょ。トミーさん、ちょっと被らしておいてください。あれ、なんだっけ、これ何、これまだあるでしょ、よくない。あ、これだよ、そうだ。はい、行きます、走ります。
山でやるもんじゃないです名言でも雪山でやるってなかなか雪の上でやるっていうのがすごいあのさ、ごまかしを聞くということで大備線、噛められない、止まらない人生ゲームやめれないですねやめる対応ですよね最良やめられない、止まらない人生ゲームイエーイ、雪山でやります落としとあ、ふちこさんそうなんですよ何持ってんのふちこさん、こぼしてるのふちこさんそうなんですよノリアも入れてあげてちょっとふちこさんノリアも入れてあげてちょっとそして巨大なみーちゃんはい、ノリちゃんどうぞはい、ノリニャもノリニャーんイエーイきれいです雲がいい感じ公園があるとこってあって、はい、そうね、まだ誰もいないうちに、はい、みんなで散々ソリ滑り台で遊んでから山に行くいいですね気持ちいいですね降るところは強いわよきよきようこー目に汗が入ってくる暑いね、はい、汗かきました今日は山の家からのぞみ湖行って毛なし山に行きましたのぞみ湖は氷が張るのではなくて大量の雪で埋まりますそののぞみ湖のど真ん中を横断して、毛なし山へ登るコースは、バックカントリーの方はほぼほぼいません。スノーシューに人気のコースです。ガイドさんのツアーも、スノーシューのレンタルもあるので、初心者の方も楽しめます。今回、信越女子登山部は、ベンチとテーブルを作り、おいしいランチを食べ、ハンドクラップをして、かっぱえびせんの人生ゲーム。女子ならではのもりもりな内容で、ラグジュアリーなスノーリゾートを楽しみました。2021年2月28日、本来ならまだまだ寒いこの地域ですが、とっても暖かな春の日差しでした。春になるのは嬉しいけど、まだまだ雪で遊びたいと思うのでした。3月の週末が晴れますように。動画をご視聴いただきありがとうございました。それではまた。